お疲れ様です、ラットです。今日はですね、こちらのオーシャンティー枯渇デッキやっていきます。というわけで、ウォールブレイカーバレルですね。はい。まあ、たまにね、あるやつからムートとかもよく入ってるかなと思うんですけども、まあ、それの現環境バージョンということで、まあ、何がね、じゃあ、先ほども言いましたけども、おしゃれなのかっていうところですけども、これね、マイティの使い方がすごい重要になってきます。はい。で、まあ、マイティ持ってねえよって方は、まあ、おしゃれにはならないんですけど、デッキはハンター使えばね、全然、このデッキ成り立つんで、ハンターで、まあ、やりゴブ、そしたら別にゴブリンでもいいか。まあ、ハンターやりゴブでもいいんですけど、はい。やってほしいんですけど、これね、マイティの、この逆サイド、スキルをね、うまいこと使うと、そのマイティで攻めつつ、逆サイに飛びつつ、なんかバレルをそっちに飛ばしてね、だったり、そっち、飛んだ先にウォールブレーカー足したりとか、マイティのぴょん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 ってこう、潜ることによって、相手をね、両サイドに振りまくってね、ちょっと待ってみたいな、ついてこれないよ、何それっていう、攻めができるのが気持ちいいデッキですね、はい。といったところで、一旦なんだこれ、墓石、文句。何もしてねえのにやるなって言ってくれてるやん。さあ、これは、ウッド、マジでなんだこれ、やだな。文句が。めっちゃ反射するわ、俺。このデッキ。さあ、マジでなんだ、ウィタンデッキ。墓石のロイジャイさあ、で、まあ、ウッドがね、あると思うんですけど、まあ、ウッド使ったら、なんかもう本気でやりに行きたい。まあ、一旦ね、ほどほどに。ほどほどに。お、なんか、相手きつそう、きつそう、きつそう。これ、マジで、あれなんか勝手にきつそう。勝手にとか言って。どうしよう。さあ、潜って、ここにウッドとか使ってくんねえかな。絶対使うやろ、あれ。さあ、ウッド使ったね、皆さん。ウッド使ったらもう、これですよ。はい。で、ここでウォールブレイカーも追加して、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。はい、グッドゲームです。いやマイティが強いだけだ。マイティが強いのと、また呪文枯渇要素がね、すげえ多いね。これは、アウトロー、プリン、やりゴブ。で、マイティもだってウッド使いたいじゃん。で、ムートもウッドで下げたいでしょ。あれそう考えたらさ、ウッド以外全部ウッド使わせるデッキっすこれ。あ、相手頑張って守るんかな。いや、さすがに。はい。だから、相手より呪文が、ウッド、ヤナメ、ザップ、ファイボー、レイジー、雪玉、まあ、墓石とかか。ぐらいないと止まらないっていう理論上ね。はい。いや、まあ、あとはね、あとはなんだろう、あとはなんだろうね。いや、マジで、こんなに気持ちよくいくとね、ちょっとあれだね。毎回こんなにうまくいかんのざ、いかんのやでっていうね。やべ、しゃべりが終わってる。はい。よし、まあ、ちょっと切り替えていこうか。さあ。で、あと一つ強い攻めがあって、そのムートとかマイティとかの後ろにウォールブレイカーつけとくとやっぱウッド転がしてもやっぱ止まんないんですよ。でウッドプラスもう1枚 LSP とかまあ矢の雨とかだったら解けますけど、そういうのじゃないと解けないんで、まあ単体ウォールブレイカーも強いんですけど、おおたるああスケラか単体ウォールブレイカーも強いんですけど、マイティとかの後ろのねウォールブレイカー、アウトローボーイの後ろの、ね、ウォールブレイカー少しちょっと意識するだけでもだいぶ変わりそう。で、今回の相手は、スケラフリーズの顔をしてる。そうですね。で、これは、小屋を壊したい。樽で延命しないとしな。いや、偉い。で、ヤタルのやつですね、今回の相手は。あー、俺のプリン、これ、ヘッポコ端前でよかった。メガゴかなんかで、やられる。って感じですね。はい。まあ、ヤタルなんで、まあ、バレル適当に飛ばしていこうかな。タルババ用に横にずらして、あー、目がいいよ、お主。いや、でもこれ入るだけでも強い。さあ、今回は、なんか近いね。アウトローマイティ入ってる。そこだけ。ゴールエカ行くと、まあ、ヤナメかアウトローか、みたいなところで。あー、なにこれ。なにこれ。バレてたとこじゃないよな。さあ、壊れないでほしいけど壊れるっす。あーマジで何これ全然うまいこといかんないけどいやあれは打っちゃうか。こういうとこのフリーズもちょっと怖いっすよね。さあスケラフリーズです。まあ俺削りがないから今の間にダメージ稼いでいきたいみたいなとこある。まあシンプルにこれも強い。えヤンキーじゃね。フリーズ使わなきゃ相手うっ一発。さあでまあムートとウッドがあるんで耐えたい。早めのフリーズ来るでマイティバーカー入れたくないんでボールブレーカーで下げながらのよしよしよし。うっいやーこれ間に合ってたら熱かったっすよね。怪しい展開だな。うおタルボバずらしてんのタルボババレルずらしてんのが熱いっす。よしよしまあまあまあ両サイこんな感じでちまちまいこうか。これはちょっとやだな。痛い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 。もう一旦攻めてね。矢使う。俺も守れば勝ちなんでぶっちゃけ正直そんなね削んなくていい守りたい耐えたい耐えたい願望あります。あでも気づけば逆がみたいな矢波使ったね。タルも使ったこれ今絶対入ります。なんで端前アウトローからのバレるかな。今回はマイティはねそんな活躍できてないがそういう時もあるでしょ。いやガール強っえガール強っ。じゃあコア壊せるこれでかいっすよね。よしよしだんだんねサイクルがね相手苦しくなってきてるんじゃない。もうどんどんいくよどん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 いくよ。手を休めない。おっやばいいやでもいやでもこのメガゴーウォールブレーカーで釣りつつのオッケー。はいさあこれはよく耐えましたね。もう粘りですね。まあ逆にまあ攻めが刺さりにくかったんでもう守ってしまおうという考えのね。さあ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 いいね。ムートとかマイティとかアウトローがだんだん俺の陣地に溜まってくるんでねそしたら相手が勝手に攻めてきてくれてラッキーっつって、はい、ちょっとまだあれだね。おしゃおバイポードいやプロフィール見て分かる通りいかついです。はいホグファルチ使いですね世界トップの。ってことはトルネードを持っているでしょう知らんけど。ああここでマイティオールブレーカーだ。ディガっぽいかな。削りたい。おお違う。あロケットさあコウモリ回んないのか。お陸毛が苦しい。こういうねまあウッドで終わるんですけど絶対コウモリややばいこれやばい。お願いコウモリやってプリンセスコウモリやっておおーいいいいぞ。ミニペホグプリンセスこれ残る残んないか。お姫様だもんね残れないよね。うわこのダメージ結構でかいな、入ったの。いや、問題こっからっすね。で、ロケがあると、あ、クエイクか、クエイクなんでないっすね。はい。まあ、ロケイコがね。ロケイコが嫌よ、嫌よの。アイゴレム強いんだよな。いや、強っ。いや、めっちゃ高回転だ。やりこぶつっかえてんの。さあ、まあ俺の攻めなかなか通りにくいんですけど、この中でどう通していくかっていうね。コウモリとかで終わるかな。いやー、まあ一旦耐えっすね。ロケコが厄介。さあ、やってこい。いや、俺はね、粘りこれ大事ですから。おお、マジでうわー、クエイク強え。でもうわっ、でかすぎる。いやー、怖い。危ねえ。もう耐えるの精一杯。いや、こっからのクエイク削りやばいやな。入るんかい。いや、でもこうなるとね、渋いっすね。ワンチャンありそうだけどな。うん、プリンセスが背伸びしてる。ああ、これで終わるか。やばい、時間がない。うっ、なあ。いや惜しいな。もうちょっと耐えれたらみたいな、耐えれたらみたいな。うん、アイゴレスケコウモリね。いや何も言えん何も言えんな。あと3分ぐらいあったら勝ててたかもしれない。クエイクでおられるか、俺が耐えて勝つか。さあ、といったとこで、まあめっちゃ高回転陸橋ホフウッド厄介でしたね。イモられるとやっぱ攻めがね入りにくいので、端前プリンとかも積極的にしていきたいといったところで、檻だと支援隊ロールやばすぎ、まさかのすぎる。これは正直相手終わりです。攻めすぎです、冷静に考えて。冷静に考えて攻めすぎです。もう一発かます。まあやゆき系かな。狩るかな。それによってまた変わるけど、一発ね。ファイボー。ああ、じゃあファイボレイジっすね。うん。アウトローが強いね。はいはい。いや、ポンピョバルーンだ。懐かしき。うん。さあ、なので、意外と陸行きがきつそうっていう感じか。これ、俺の攻め得じゃね？マジでマイティの潜り逆サイ、こう、いい感じに飛びながらの、をやりたいんですけどね。これね、右サイド徹底した方がいい気がするな。俺だ、あ、こういうのを、なんか、襟がないタイミングとかにできると、もっといいよねっていう話ですね。スケルトン部隊。バルーンにスケルトン部隊か。さあ、ちょっとヤンキーしようかな。ファイブ使ったし。で、ここで、この、オシャンティ攻め撃ち。やべ。助けてほしい。ワイブ使ったなあんた。ワイブ使ったら行くよ行くよ。はい。さあ、スケブ溶かして、はい。これも奥が守ればいいんで、対空だけちょっと。あ、そう、これ絶対こっち。え、やばい。絶対そっちやったろ。いや、止まるか。止まってくれ。やばい。やばい。いや、守れる。うっ、危ねえ。やぶないけど、ファイボレージだったんでね。単純に相性がいいね。ぶっとけないと幸せっすね。7枚ないと足んねえからね、相手だって。さあ、ウッドないだけで幸せです。初手プリンセスも強えんだよな。初手プリン、初手バレルウォールブレーカーとかも、まあややギャンブルにはなるけど、ウッドとか使ってくれる。あ、ザップ使ったんで、もうこういうね、これ呪文ねかったらもう、はい。え、まさかのもう一回ザップ。いや、新しいな。だってギャングミラー、いやマジで恐ろしいデッキきてる。さあ、ミラーを持ってるけど、まあウッドがないんで、やば。なんだこれ、バゲモン来た。冷静に、うーん、大砲届かん。これ怪しいな。ロケミラー持ってるってことですからね。ないと、あ、どんなデッキなんだろうな。おーい。さあね、メガナイトとかめっちゃいそうなんですけど、攻め手が相手でも今んとこないよ。メガナイトで踏みたそうな顔してるよ。違った。ああ、いや、めっちゃミラーしたい人やん。これでも、あ、やろうかな。そろそろやりたかったんで、はい、ピョーンっつってこれやりたいだけ。あ、でもミラーザッパーあるわこれ。なんでやりこぶ追加して、ウォールブレーカーも追加して。あ、これやばい。ミラーバレル来る。絶対ミラーバレル来る。コストね、先に出しちゃう。お。いや、完封していく。よし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 。謎のミラー使いだ。ロケね、ロケ警戒だけしたらロケザップなんだな。いや、メガナイトめっちゃありそうだけどな。劣化でしたね。さあ、これマイティね、潜ることも可能。さあ、まあザップを持っているんで、うい、ガールに打っていくタイプね。あ、これマイティ今潜ったらやられてました。あえて潜らない。ただ潜り忘れてただけ。いやーマジこれ強いかんな、単純にバレルボールブレイカー。さあウッドさえやられなければ、ウッドがやらめさえないサイクルだったらバレルボールブレイカーやり得っすね。そうそうさあトリマ低コストさばいとけばなんとかなる。あーマジゴブ小屋壊したい。ウォールブレーカーで壊します。2コスで壊せるなら全然悪くない。さあマイティゴブ小屋タル、あこれまたさっきのスケラの可能性もあるっすね。やたるのいやこのダメージも痛いよこれ。アウトローあーいって矢の雨使わせてのバレルぶっ刺さってグッドゲームだ。あーでも下に使うか。いやアウトローがある。いや偉いですね受け方がしっかりユニットでね。いやでもこれガールがおガールがえこれめっちゃいるぞ。殴る早いしね、早いし軽く高い天才で、まあウォールブレーカー飛ばして2コスなんだよね。投げ毒一発入れ。さすがにね。さあでまあ小屋はプリンでゆっくり回収と。ウッド使いたいけど使うと怖いっすね。逆サイスケラみたいな。メガゴがね強いのよね。そう相手の前ってこれ潜るかな。潜らない。ガールに即ウッドだな。広がるな。よしおこれさなんかどっちか入りそうだね。どっちも微妙に入るよしいやこれは端はやり得っちゃやり得。全部綺麗に守られても5ワードなんでね。さあやりゴブでちまちまいく。まあ落ち着きのアウトローセパでもしとくか。スケラの受けにねムートとウッドがあるのがちょっと強いんだよね。さあトリマ攻めてゆっくり戦えるんでね俺は。これおっよっおいこれ入んのやばいな。延命はしない。さあでヤナム打ってきたんでここでねめっちゃいってあげる。はいフリーズも使ってコストがないよ。左も入って右も入ってスケラは守れていくと。あこれ神相性っすねさっきから当たってるけどめちゃくちゃ美味しいね。さあ来たスナイパー。うわー強そう。やっちゃう。いや一旦ちょっと待っとくとさ端前ウッドとかをしてくれるわけよ。カード回しでね手札回しでその瞬間バレルオールウェイカー行く来いニコス咲くのを待ってる小じき。いや咲いてくれないんでプリンセスにウッドとか使わして。あーいや俺の予定と全然違った。ラバか。さあラバっぽいっすね。おお宝石咲いた。まあスケキンか。スケキンのサイクルっすね。ラバやな雨か。まあマイティちょっとさそりそうっすけどね。ホバーとかも嫌だけど。おおアウトロ最強じゃね。これでさもう終わりみたいなことないぶっちゃけでマイティで潜りながらのなんかええ感じにおええ感じになってる。さあマイティも刺さりそうだしバレルもおい、やなめ使った。絶対コストないやん、今の。はい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 。いいね。いや、マイティ強すぎ。なんかこのウッド枯渇でもあるし、陸受け枯渇にもなってるんだよね、このデッキ。さあ、プリンセスはもったいないんで、やりゴブとかで決まります。はい。フェニックスいただきます。で、まあ、適当に攻めて。スケキン来る。あれ、何でもいいな、回収。お。さあ、相手の渾身の攻めが来るのか。これでもさ、それ使ったらもう終わりっすよね。ああ、いや、めちゃくちゃうまいです。相手の受け、その受けされると良くないですね。さあ、まあなんとか耐えて、矢の雨使ったら他が生きるよねと。ああ、めっちゃ強いな。マイティ逃げてあげて、でこっちはこっちで、そしたらこっちはこっちでみたいなね。ああ、宝石も使って、あ、どっちかが、お、どっちも。さあマイティ最後に、ああ、やりゴブー。強いです。ただただ強いです。あとは楽しいですね、このデッキ。めちゃくちゃ高回転でいっぱい攻めれるんで、めちゃおすすめです。よいしょ。プリンセスってあれ、あ、もう当たったことねえや。なんだこれ。